いやあ、せっせとけいすけだよ。今回はこのゲーム、FMA2 っていうゲームをやっていきたいと思います。皆さん、FMA っていうゲームはご存知でしょうかだいたい4年くらいまでだったかなあのー、特にストーリーはなくてですね、あの、お化け屋敷の中を自分の操作するキャラクターを操作して、あのー、いろんな驚きすしい要素が出てくるんで、それを楽しむっていう短い目のゲームとなっております。で、それがね、 去年にね、新潟撮ったらしくてね、いや、知っとったんやけど、まず、なかなか触れる機会がなくて、1年以上とか撮ったんで、ようやくその機会に恵まれたみたいな感じで <laughs>、やっております。っていうか、やっていきます <laughs> 過去のワンの動画は出しているんで、よろしくお願いします。再生リスト、単発再生リストにのあるんで、よろしくお願いします。巷で有名なお化け屋敷、フレメイ。を改装したお化け屋敷。 フレメイ2あ今回改装したやつなんだなん <laughs> なん、1の時に結構人が来て大繁盛したから改装できましたみたいな <laughs> そんな経営のことはどうでもいいけん以前からはこのお化け屋敷は作り物のお化けにまじって本物の幽霊が出ると噂になっていましたが改装後は以前にも増して本物の幽霊が出ると噂になっているそうですなんな あそこ、人がたくさん来るけん、めっちゃ驚かせるぞって、全国が幽霊がたくさん集まってきたんが <laughs>。全国から驚かせようとな <laughs>。ここから、メニューあるん前作ってメニューあったっけああ何それ <laughs> おいおいおいお。いおい突然驚かせてくるんだよ、メニュー。 ああ、二回目以降はならんのだ。なんだ一 <laughs> 回目だけか。びっくりしたー。<laughs> こういうところにまで罠を仕掛けてくるとやるな。<laughs> これはマジでビビったぞ、お前 <laughs> あー。ああ、住んでいけばさ、出てくるタイプのゲームやん。なのにさ、メニュー開い、今ちょっとちらっと見えたな。ごめんな、ちょっと。喋るよ途中で、ちょっとそんな反応できんけどさ、女の子がおるし、女の子に話しかけてもさ、喋ってくれんのよな、このゲーム。嫌なことに。こんにちはって言うてもさ、無言。 付き合ってくださいって言っても無言。こんな感じの。とんでもって、この絵を。前作にもあったけどさ、顔、人の顔の絵がさ、大体通路にたくさん並んどんよな、これ。<laughs> なんか知らんけど、今ちらっと見えたけどさ、これぐらいで驚,驚かんからな、俺は、お前。あーさて、行きますよ、こうさ。 何かありそうなのにさ、どんどんって言ってる、どんどんって言うと思った、なんか <laughs>。なんか包丁で野菜切ってるような音してる <laughs>。戻れてか、なんだ。おっと、トマトケチャップ <laughs>。今の笑い何なんな <laughs> あ、さっきのオーナー消えてるね。 なんか新しく変わったところがあるんだろうなあれなんか変わったこれ。おお、来た来た来た、おおどこ行っとったおかえり。使いとったお風呂はあぶみないよ。新婚みたいな感じのことを言う <laughs>。俺は主婦みたいな感じのことを言うぞ、お前。できれば働きたくないんだな、これ。中には入っとったんやな。毛の <laughs> トマトケチャップがいろいろ、うーわ、ちょっと、あなた出ていかないでみたいな感じで <laughs>。私が悪かったの私が魅力がなかったから出ていくのやめて、私を一人にしないでみたいな感じの、結構、なんか、関係が悪くなってきた夫婦みたいなやつ <laughs> <laughs>。えぇ、なにこれなにこれなに <laughs> これ <laughs> ごめん、ちょっと画面小さい状態でやっとくけどさ。 これがさ、よく見ても何なんかわからんだけど、何なんこれ県 <laughs> か県なん県になんか血がついとるみたいな感じおお、トマトケチャップの大暴走やな。何それ大河木だ <laughs> 何がやりたかったんだこの人。<laughs> すごい勢いで突っ込んできたんやけど。<laughs> もうあんな声を出すん竹けそうぐらいやけんなおっと聞こえていてるみんなは聞こえてないかもしれんけど俺には聞こえてくるとこのなんかブツブツ言っている感じ <laughs> 今夜あそこを襲撃しようみたいな感じの犯罪集団みたいかあかんなまだ来たこの野菜を切っているようなさ <laughs> なんかまな板の上で包丁で野菜を切ってるような音がまだ続くよなんこれ何すればいいのあ戻れてかここまで来といて戻れてか何だそれ <laughs> おっとドーンっていう外でなんか爆発してるぞお化け屋敷の近くのなんかあれあれちょっと待って扉開かんぞあそういうことじゃない なんか声がでかいな <laughs> あのブツブツしゃべるんですってたら他のとこはいてもらえませんかねあとどこあるの。扉開かん扉が開かん <laughs> ちょっと待ってこんな暗い鶴の中で扉が開かん <laughs> えな何かあったかなこのえっオーマイゴー やったー今の人が扉開けてくれたんだと思うぞ、今みんないえー,イエー出れたーー扉がない。ああ、あーなんでこっちに戻ってくるんなんでこういう表現に戻ってくるんこれ。絵の表現。ああ、ちょっと怖かったよ、もう。おう、釣られてるわ。ま、今の社会、心に闇を抱える人はたくさんいますからね。 ここ、すごいブラブラ喋ってるおでくから、実は仕事をやりたくない、明日仕事をやりたくない、みたいな感じでやっておりますね。だからこういうつらい人間の気持ちをよくわかります。だから見たって怖くあかりません。ああ、外は雨降ってる。はっはっはっは今のはどっちかって言ったら笑えるぞ、お前 <laughs> シュールな笑いだったぞ、お前。うおぅとか言われて。<laughs> 笑っちゃいかんとこなんだろうけどな。そういしとけよ、ガかスず。まだ開いてる。倒れている。冷静だ、俺は。おう、なこれかこれは何ああ。 かりませんね <laughs> いやだってさ、こんなただでさ真っ暗でさ、俺、画面フルスクリーンでやってないけんさ、ちょっと細かくてさ、い,いまいちよくわからんのよな、これ。<laughs> あ、ミイラさん。あ、どうも。なんか前作でもこういうミイラおったような気がするな。ま、前作であったやつをさ、改装しとるわけやけんさ。おお、なんか、これも前,前回見たぞ、お前。なんか脳に抱えか,かけてくるっていう催眠をかけたみたいな音。<laughs> うんおうおうなんだこれ骸骨あごめんなさい <laughs> あ違うついてきてるあーごめんなさい私の娘に何をするのよみたかな、ね、のお母さんかお前お、お母さんも組んでるやんじゃとしたらお母さんも組んでるやんお前痛い痛いお母さん痛い痛い我慢しなさい何か我慢しなさい痛おっとおっと青鬼っぽい感じ 当ててたんだろう僕はそういう言葉言語はわからない日本語がわからないせつなすきは日本語おどうしたどうしたどうした二人に並んで <laughs> 一歩進んで前なれで一、えーえー、歩進んで偉い人 <laughs> アリゴリズム更新だ、ね、よこれ <laughs> あれじゃいつもここからがやえいおやつじゃこれさ大体いいさこれ この 3D の状態になってさ、扉開けようとしたら大だ体だあかんよな。でさ、ちょっと時間を置いてからドーンって出てこられるけどさ、はよ出てくるんちょっと、出てくるって分かってるのにビビってる自分がいる。まだ、あ、出てきてないのにビビってる自分がいる。どっから出てくるんだろうっていう、なこれ。<laughs> シフトキーのつもりがなんか違うボタンを押してこんなん出てきたけど。<laughs> シフトキーを押したつもりなんだのに、俺。多分さっきいらんことしたっけん何か変なこと起きてしまったんやろうなって思う。おお、バックすればよかったんじゃん、これ。バックすればちゃんと顔なしくんが出てくるんじゃん、顔なしが出てくるんじゃん、お前。あおぉ、おぉって喋らなあかんのだろうな、多分。俺もさ、出てきたら、おぉ、おぉって喋らなあかんのだろうな。ごめん、喋れんかったわ。おぉ、おぉ、おぉって。一緒に乗るのみたいな感じの展開になるから。千尋に一緒に乗るのって電車誘われるからな。 トイレ上から見えるこれなんでトイレ上から見える <laughs> 盗撮し放題だぞ、お前。テレビがありーのあこれさ、あテレビこんなところ置くもうちょいカフェ際に置くだろ、これ。<laughs> あまだ来た、このまな板で野菜を切る音。だいたいドアさ、開けようと思ったらこの音聞こえるよな。うなんなの。 料理大好きやな、みんな。あ,あの、料理大好きって言った瞬間、どれが気が入ったさあ、今日は何を作ろうかなうるさいよ !NHK! どうしたもううるさい、うるさい。うるさいのオンパレードやめろ、お前。うるさいのオンパレード。だいだおい、おこんな時間に。時間帯以外いつかわからんけど。3時や。昼の3時やよ、みたいな。<laughs> おやつの時間だったわ。そうか。この中に冷やしとったチョコを食べろってか、チョコをな。 開いとったわあとなんか覗いてるわあーア,イアイドルとかでね覗いていきとっただけあそうもうなんか家電がもういろいろと自己失調しすぎてうるさいこの世の中どれ <laughs> なっているんだ決定機応じるわどれ 取ってくれへん <laughs> 取ってくれへんでああ誰, <laughs> 誰かが血を吐いてるわ誰かが血を吐いてるわお前全部勝利できへんのこんな家具がさそれぞれ自己主張してきてもああ気抜けたわ <laughs> 勝利できんおおどうもこんにちは隣の山田ですえい、ー、ああ何だどうしたんどうしたんどんどんどん言われてもさ もう分かってますよ。何がだよ <laughs>。<laughs> えーっと、おーっと、真っ赤っかーなフェスティバルですね、これ。おお、なんか怪しい、怪しいし、オーライオンやった。どうした、今、一瞬オーラんよオンやって、テレポートか。テレポート研究会。テレポート研究会か、お前らは。なんだそれは、お前。あ、あ、ここ、机じゃなかったんだ。<laughs> 机の上のビっタみたいな感じだけど、これ待っトやな。机じゃないんやな。わったわった。よっし行くぜ。 ええー、こう、真っ赤っかー真っ赤っかと。おお、戻ってきた。色、戻ってきたよ。<laughs> 助けてやって。どこから聞こえたんだ <laughs> いや、もしかしたら、俺の心の中に問いかけてるのですみたいな感じかもしれないけど。どうしたああ、出ていった。出口が今。 なんだこのビニール袋みたいな音。なんか、カッパを着て雨の日に出てきた時からこんな感じの音するよね。どうしたどうしたええ死体ああ、ああ、ああえ、ちょっと待って、ちょっと待って、そんなのあるの近に、そんな部屋、ええ、やり放題、やり放題や。<laughs> このお化け屋敷の従業員兼管理者は人々が帰って静まり返った真夜中にギコ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 と物音を立てながら一人黙々とお化けを作っているのだそうですへえ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 無駄知識だったわ完全な無駄知識だったわ無駄知識すぎてへイボタン押せもことだお前 <laughs> 知らんわな <laughs> そんなことをカミングアウトされてさどう反応すればええああそうなんですか頑張ってくださいねぐらいにしか反応しちゃえんのよいや普通は通報しなあかんとこやけど <laughs> 何このスリーラー映画のエンディングみたいな BGM 確かにスリルあったけど <laughs> というわけで、こういうゲームです、FMA って。<laughs> ってかこいつ、ほんとにお化け作ってんのかただ、部屋の中あっちゃこっちゃ動き回ってるだけのように見えるけど。<laughs> あーあ、誰か覚れてるよ。今の誰やねん <laughs> 誰がクリアデータを記録しますかやねんお前。 <laughs> 名前あ,あそうか、前作でもなんか知らんけど、名前聞かれたんよな。ああ。まあ、ピコタンにしとこうかな。ピコタンでよろしいはい。性別男性。年齢は、23歳。はい。ヘタイド3やっって。えー、俺前作やった時さ、これヘタイド1だったんやけど。ええー。 前にやった時より、一人移動に嫌がったってこと。まだ続く、もう、これ。な、これ。 後悔してんのかい